こんにちは、就活の教科書です。今回は会社説明会の感想を説明していきます。会社説明会に参加した時、感想を聞かれても何が正解なのかわからないですよね。そこでこの動画では会社説明会の感想をお伝えします。会社説明会の感想が思いつかない就活生はぜひ最後まで見てくださいね。この動画では会社説明会の感想を聞く面接官の意図2つ、答え方のコツ3つ、感想の例文2パターンを解説します。それでは行きましょう。まずはじめに面接で会社説明会の感想を聞く面接官の意図をお伝えします。面接官が感想を聞く意図は2つあります。それぞれ解説していきますね。人事が会社説明会の感想を聞く意図、1つ目は会社へのシポートを軽く確認するためです。そもそも会社説明会の感想はと聞かれて答えられない場合、この就活生はうちの会社説明会に真剣に参加していなかったのかなと推測できます。一方で会社説明会の感想を詳しく答えられた場合、この就活生は自社への志望度が高いから会社説明会も真剣に参加してくれたんだろうと考えることができます。このように自社への志望度を測るためにもこの質問は有効です。きちんと答えられていないと志望度が低いと判断されてしまいます。人事が会社説明会の感想を聞く意図2つ目は会社説明会の今後の参考にするためです。就活生にとって新卒の就職活動は一生に一度ですが、会社は毎年同じ時期に会社説明を行っています。そのため良い会社説明会を開催するために就活生から生の意見を聞こうとします。以上が会社説明会の感想を聞く面接官の意図でした。次に会社説明会の感想の答え方のコツを解説します。会社説明会の感想を答えるときにはこのような3点を意識して話してみてください。この3点を押さえて話すことで企業への志望度の高さは十分に伝えられます。面接で会社説明会の感想を聞かれたときにはぜひ意識して話してみてくださいね。それでは最後に会社説明会の感想の例文2パターンをお伝えしていきます。注意点は3つあります。それぞれ解説していきますね。まず1つ目の例文を見ていきましょう。この例文では次の2点が良いポイントです。1つ目は社風がユニークで既存事業だけでなく様々な企画事業にチャレンジしているという自分の中のイメージを伝える点。2つ目は様々な事業展開でシナジー効果も考慮していることが明確に分かりましたという今回参加したことで分かったことが書かれている点。この2点が書かれており分かりやすい感想ですね。次に例文2つ目を見ていきましょう。この例文では次のポイントが良いです。他社の選考会と異なり自社の問題点も明確に説明してくださるところに非常に透明性を感じましたの部分が会社説明会の最大のメリットでもある社員の方との交流で雰囲気を感じ、それを言語化できていてとても印象が上がりますね。以上が例文2パターンでした。いかがだったでしょうか。今回は会社説明会の感想、面接での答え方について説明させていただきました。この動画で説明した項目は以下の通りです。この動画で学んだ人事の意図や答え方のコツを生かして他の就活生と説明会の感想で差をつけましょう。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画がためになったという方はチャンネル登録、いいね、コメントなどしていただけたら嬉しいです。